リートソッシーのラジオ歴史小話ジャカ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 、思わずシェアしたくなる歴史の話です。ということで、はい、今回はですね、前回の続きということで、うん、まあ、前回のやつからね、できれば聞いていただいた方がいいんですけども、はい、まあ、聞いてない方もいらっしゃると思うので、そうですね、まあ、簡単に何の話をしてたかというと、はい、要はあのソッシーが人間とは、まあ、単なるもう蜂と一緒だった人間社会というそこまで言ったからとか言ってまあまあそういう解釈もね、蜂だ、うん、場合によってあるっていう話ですね。そうそうそう、まあ、蜂っていうものがいろんなところにいろんな蜜を追い求めていくわけなんだけれども、うん、その蜜を追い求めていく過程の中で見つけていくこと、うん、その中で指示命令系統っていうのは実は一つの蜂が指示を出して、うん、ラベンダーだったらラベンダーと、うん、桜だったら桜を取りに行くっていうようなこう指示をしているんですよという話があったんで、まあ、それを受けてることなんですけども、はい、じゃあ人間社会っていうのはどうなのかって考えていくと、うん、まあ、いろんな組織があるっちゃあるわけですね。自立型アメーバ経営とかね、最近では言われてたりとかも。去年で言うとなんかティール組織ってすごい本でね、話題になりましたよね。あったわけですけど、まあ、実際にねそれがうまく機能するかどうかっていうのはいろんな考え方あるわけですけども、うん、はい、一つここはキューバ革命から一人女性をねちょっと紹介しようと思うんですけど、はい、キューバの女性革命家にセリア・サンチェスっていう人がいるんです。聞いたことあります？ないか、うん、覚えてないか、いや、なくていいんです。まあ、キューバ革命っていうとカストロとか、うん、そうですね、チェゲバラとか、はい、ゲバラとかね、今そういう人たちの名前出てくると、そういう人たちの名前が、うん、まあ、これがまさに最前線で指導して、うん、まあ、要はゲリラ戦をやっていくわけですけれども、うん、キューバ革命を起こしていくというところでフロントに立って頑張ってた人たちなんですけど、このセリア・サンチェスっていう人、はい、まあ、カストロからすごく信頼を受けていた女性で、はい、今から何年前だ、1920、だから99年前にキューバの中流家庭の家に生まれたんです。カストロと同じ時代に生きてたわけですね。で、こう彼女が32歳の時、うん、1952年にキューバにバチスタ政権っていうのができた。これがまあ、うん、後に革命打倒されていくわけなんですけど、はい、彼らは軍事独裁的な政治運営、バチスタがバチスタにやっていくわけなので、みんな不満だとなっていくわけです。はい、で、このその軍事独裁的な強大な権力の前に民衆は逆らえない。うん、またフィデロ・カスタロが弁護士として活躍してる、うん、弱者、はい、で、こう、これはいよいよもう弁護だけではダメだ、うん、弁論とか法律とか彼らそれを無視して攻撃してくるわけだから、うん、攻撃をしなきゃいけない、うん、我々も襲撃をしなきゃいけないということで計画するんですけど、はい、彼は逮捕拘留されてしまう、カストロが、カストロ、はい、でもそのまんまこのまんまでは、ね、彼をじゃあどう処罰したらいいのかっていうことが、うん、なかなか難しいので、こうバチスタ政権は恩赦釈放したんです。釈放したんですか？釈放した。で、彼はカストロはそこからメキシコに亡命して、はい、波乱の人生を歩むわけなんですけども、うん、そこでカストロは一旦メキシコに逃げたわけです、うん、逃げたっていうとちょっと言葉あれかもしれない、亡命して一旦キューバの本体にいるとなかなか活動ができないから、うん、キューバからメキシコに移った、うん、でそこにセリア・サンチェス自体はキューバにとどまってカストロの支援者として、はい、カストロの弁護や、うん、バチスタ批判の論文、うん、こういったものの普及活動、うんうんうん、これをやっていったりとか、カストログループに、はい、まあ、キューバからメキシコなので、うん、はい、まあ、キューバって島なんで、そこの海図とか情報伝達とか、情報とか、うん、あるいは農民の組織化、こういったことをセリア・サンチェス自体が、うん、本国キューバにとどまって築き上げてた。なるほど。そのキューバに残った農民たちの統制を、カストロができないから、カストロができない、カストロ自体はキューバに行っちゃってたわけだ。キューバからごめんなさい、うん、メキシコに行っちゃってたわけだ、はい、でカストロ自身はその間1957年ついにキューバに上陸して再度革命運動を開始する、うん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 、その中でも苦難、まあ、バチスタ政権ってそれでお金も武器もいっぱい持ってるわけですから、うんうん、力強いわけですね、力強い、うん、でもそういう苦難の連続の中、セリア・サンチェスが必死にカストロを支え、うん、あ、時には彼女自身も戦闘に参加したわけです、はい、単なるだからこう後ろに控えてたっていうだけじゃなくて、彼女自身も最前線で蜜を取りに行ったりとかしたわけなんです、うん、でこうとはいえ統制、
うん、ゲリラ活動っていうと、まあ、自律的にみんな当然動いてるわけなんですけど、やっぱり核となる人たちがいて、うん、それはカストロだったり、はい、まあ、セリア・サンチェスだったり、ゲバラだったり、うん、こういったコアになる人たちがいて、そこの蜜取りに行くぞ、うん、なるほど、どうするぞっていうことがあって初めて、やっぱり機能していくわけです。うん、やっぱりこうどんな組織がいいかってなっても指示命令系統ってやっぱはっきりさせなきゃいけない。なるほど。で当然それにこうどうします、ああしますって議論は余裕がある限りはしたらいい、うん、はい、でも議論ばっかしてたら前に進まなくなっちゃう、密、うんうん、集まらなくなっちゃう、うん、どこ取りに行くのっていう話だけで終わっちゃう。そういうところをきちっと決めてやっていくっていうこと、うん、で荒々しいゲリラ活動の中、カストロのこう健康面とか兵士たち、うん、そこをね、うん、兵士たち、まあ、戦ってるわけです、はい、荒ぶってるわけです、うん、でその民衆化受け入れられるにはどういうふうな振る舞いをしなきゃいけないか、うん、どういう組織でいなきゃいけないかということをセリア・サンチェス自身がすごくすごくやってたわけです。で1959年、はい、キューバにカストロが再上陸して2年経った1959年、うん、バチスタ政権をついに打倒し、うん、キューバ革命をカストロは成功させたわけですね。うん、なるほど。その間の間、今聞いてると20年、30年ぐらいに。いやいや、あ、ごめんなさい、年代間違えたかな。1957年の次、1959年。あ、そういうことですね。1920年に生まれたっていう、うん、生まれたのがね、なるほど。だからまあ、僕らと同い年ぐらいです。僕らちょっと上の時に、セリア・サンチェスはキューバ革命成功させた。うん、どうですか、ソシザキ革命。いやー、僕が革命するイメージないですけど、今聞いてて、なんでしょう、その民衆の、その、なんでしょう、チームワークを高めるのに、まあ、女性がそこで発信をしてたってことが、何かやっぱり一つキーポイントだったのかもしれないなと思って、聞いてて思ったの、実際そのあたりってどうだった？やっぱそうだと思いますよ、うん、あのセリア・サンチェス自身は子供を産むことがなかったそうなんですけども、すべてのキューバ革命戦士たちは母として、うん、もう今でも多くの人々に敬愛されているということなんですけど、やっぱりそこの、うん、僕はこう女性のこう社会進出とかっていろんな文脈でとらわれる、うん、捉えられてると思うんですけども、うん、僕は女性が男性になるっていうことが、うん、必要だとは思っていなくて、うん、やっぱり女性が女性のままで社会がそれでいいんだ、うん、それで活躍させるんだっていうふうにしていかなきゃいけない、はい、うん、女性の男性化ってあんまり意味がないと思っていて、うん、でも男性と同じ役割を女性がやりますって、うん、それって別に男性で今こと足りてるので、うん、やっぱ女性が女性性として活躍するということなんだ、うん、これの一つのヒントを僕はセリア・サンチェスにあると思っていて、うん、やっぱりそこはカストロだけだったら僕はやっぱり、うん、キューバ革命ゲバラとカストロだけだったらダメだったんですよ。なるほど。そこにやっぱセリア・サンチェス自身がこう時には前面に出つつ、うんうん、時には一歩引く、はい、これでも家庭でもそういうのあるじゃないですか、こうどんないい家庭でも、はい、奥さんがずっと前に出続ける、うん、でそのもうなんか違う話だと思っていて、うん、やっぱ時と場合によってこうお父さんお母さんあるいは夫、うん、妻がこう出入りしていく、うん、いろんなポジションをくる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 変えながらやっていくっていうところがすごく大切だと思っていて、はい、なるほどな。セリア・サンチェス自身は公的にはオフィシャルにはカストロの見解を常に正しい、はい、言いつつ、うん、はい、カストロが間違ってると思ったらプライベートの場所ではもうお前は違うっていうことを説教してるわけです。彼自身に対して、彼自身に対して、へえ、だからそれ自身、彼女自体も革命家なんで、うん、なるほど、それは間違ってることは間違ってる、うん、できちんと言う、それをしかもカストロの素直になのかどうかっていうのは分かんないですけどね、うん、心の中ででもちゃんと聞いてそれを言ってもらってっていうところ、これは、やっぱり同じ人間として女性とか男性とか一旦抜きにしてのリスペクトし合うっていうことと、うん、あとはロール役割ですよね、女性性、男性として男性なんだけど性別は、うん、女性性の役割をやるっていうこともすごく大切で、うん、だからそれはキャッチャーピッチャーの、うん、キャッチャーのこと女房役っていう、 そうですね、その女房っていうのを女がやらなきゃいけないっていうのは違うと思うんですよ、うん、なるほど、必ずしもそうじゃなくて、うん、ただ女性性として活躍したいっていう人は、はい、やっぱ女性性として活躍できる社会にしていかなきゃいけない、うん、でその女性性を実際に担うのが男なのか女なのかっていうことは僕は大きい問題だなと思っていて、うん、今の日本社会自体が男性性、うん、男性としての活躍を女性に求める、それが女性の成功だっていうのは、うん、それもまたちょっと違うと、うん、だからそこの部分をいかに融通無限にしていくのか、
ということが一つ大きいポイントになってくるのかなと。なるほど。なんかその話聞いてて、冒頭これ蜂蜜の話じゃないですか。蜂蜜です。女王蜂の存在とか、なんかやっぱり意味がそこに繋がってくることな感じ。まあまあまあ、だからそこはね、必ずしもそれがこう、まあ昆虫とかね、そういう動物とかの世界においては、それこそその身体的な役割で変えるしかないと思うんですよ。女王蜂、女王蜂しかり、その子供を産めるものっていう、機能を持っているのは女性性だけだから、うん、でそこにフォーカスするっていうのは、それやっぱ動物の世界として、とかじゃあまあちょっと一線を置きつつ、で我々はもちろんそれを機能として担えるのは女性だけだっていうのは間違いないんですけれども、うん、じゃあ女性だけにそれを押し付けるべきなのかっていうと、うん、必ずしもそうでもないし、我々は社会全体でその子育てを支えていくとか、うん、そういったこともできるわけなんですし、そういったところはまあ、必ずしも女性だけに押し付けなくてもいいんじゃないかっていうタイミングにもきっと僕ら来てるんだろうな、うん、なるほどな、うん、でもバチスタ政権はその、まあ、チェゲバラとかカストロばかりに目を、まあ、向けてしまったことが、まあ、ある種あだとなったというか、なんかやっぱり女性の役割っていうのをしっかりとリスペクトしていたら、また違った戦いがそこにあったのかもしれないなと思いますね。そうですね、まあ、そこ自身は、うん、まあ、敵としてね、目立っていたカストロとか、うん、ゲバラとかっていう裏にこう、うん、サンチェス、セリア、うん、サンチェス自身がすごく、うん、サポートをしていたっていうこと、うん、この事実を考えると、やっぱりいろんな役割、うん、いろんな人、まさに多様性なものを持っているのがすごく大切になってくるんだろうなと思います、うんうん、なるほど。まあ、前回に引き続きちょっと組織の話をね取り上げましたけど、またこういった話はぜひいろんなエピソードで取り上げていきたいなというふうに思いますね。今日はそんなところですかね。今日はそんなところで、また続きをね、はい、取っていきたいと思いますので、うん、はい、一旦ちょっとね時間も長くなってきたので、一旦ここで止めますけど、はい、また続きのやつを皆さんよければ聞いてください。はい、ラジオ歴史小話、おいてはリートンとソシでした。